今はアイドル活動をさせていただいています。未明の音楽室というグループです。デビューは11月からなんですけど、メンバーが集まって動き出したのは5月からです。普段はボイストレーニングやダンスレッスンをしています。たまに集まってグループで配信したりすることもありますし、最近はファンクラブを作ったので、それの配信や投稿やいろいろ頑張っています。まず学校に行ってなかったらこういう活動につながっていなくて、学生時代は結構負けず嫌いだったので、当時担任の先生だった方をもう朝から教務室行って歌聴いてくださいって言って、歌聴いてもらって、放課後も先生に課題を出してくださいと言って課題をもらってるっていう、それに応えてくださったその当時の担任の先生には今も感謝の気持ちでいっぱいです。学校でアイドルを作ろうっていう話の1期生が私だったんですよ。それがご縁で一人でもライブしませんかっていろいろお誘いいただいたり、今回この事務所にも所属できたので、本当にアイメディアに入ってなかったら今の私はいないと思っています。もうファンの方が喜んでくださることがやはり嬉しいので、ファンの皆さんがすごい良かったよとか、そういう言葉を言ってくださることが何より嬉しいです。アイドルとしては東京アイドルフェスティバルとアットジャムっていう大きいイベントがあるんですけど、そこに出たいです。私個人としてはアニソンシンガーになるっていう夢はまだずっと追い続けているので、いつかアニソンの主題歌を歌いたいです。